あゆえお、あゆえお。あゆえお、かきくけこ。さしすせそ。さしすせそ。さしすせそ。オッケー。皆さんどうもこんにちは。サイチャンネルの時間です。女子体操選手の宮川紗英です。と、体操選手の寺本明日香です。コラボ第4、5段ぐらいで分かんないもうやりすぎてちなみに昨日も会ってます。めっちゃ筋肉痛です。背中バキバキ今日は、まあ、明日香ちゃんとコラボということなんですけど、体操でよく使うこのトランポリンを使ってちょっと対決をしていきたいと思います。その名も、その名も八百屋です。八百屋ゲーム、八百屋ゲーム。まあ、野菜売ってます。野菜売ってます。いらっしゃい、いらっしゃい今日はじゃあキャベツです。まあ、どういう、まあ、ルール説明なんですけど、まあ、なんで八百屋って言うんだろうね、これね。なんでだろうね、なんでだろうね。野菜も売ってないし、なんかイメージ的には山手線ゲームみたいな。あ、確かに確かに、山手線ゲームだよね。なんかでも昔から八百屋ゲームって言われてます。体操界で。でもルールなんですけど、1個ずつトランポリンで、まあ、技っていうか、例えば尻打ちとかジャンプとかを1人ずつこう1個ずつ足してって、で記憶力と判断力とか、判断力いらないか記憶力と、まあ、だんだん多分技も難しくなってくるので、対応できるかっていう、体の対応力、うん、よくやる遊びです。今日はそれを3番勝負で、負けたら罰ゲーム。罰ゲームといったらロープ。体操選手の罰ゲームといったらロープ。それでは早速やっていきましょう。いってみよう。先攻高校一調子。じゃあまず一気目いきます。
かなかった。アスカちゃんはセルチックアヒネリができないことが分かりました。セルチックアヒネリできないんだよ、できないんだよ。ほら、立っちゃう、立っちゃうんだよね。じゃあ次は先人回避になしで、じゃあ2回目もうこれで勝負、勝負つく可能性あるか、あるね、うん、次3本勝負で、そうで。じゃあ先方でちょっと気合い入れよう。じゃあまずはこれでいい、分かんなくなった勝負が。いいね、いいね。じゃあ今のはリセットで、もう一回、もう一回最初から、1個目からスタート。OK。これでロープが決まります。OK。ロープって本当やだよ。登る前に覚悟必要。ね、忘れようと思っちゃった。息吸
しよね。じゃあどっちが先行する？先行、ここレベル上げてっか。じゃあ同じ技を2回やるの出したらいいと思う。背打ち、腹打ち、背打ちとか。ああ、そういうことね。なるほどね。オッケー。どう？どう？全然ダメですわ、最後ダメです。じゃあもう一回、もう一回やろう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 。私も二人で、二人で、二人で、視聴者、視聴者に、それか二人で6分もう一回、もう一回やらせてください。お願いします。ルールにならもう一回チャンスをください。これで、本当にこれで短くても、本当にこれで最後にしよう。気合を入れよう。負けました。はい、ロープいってください。はい、ロープいってきます。一本でいいですか？あの、でも、あれでも、こっからよ。ほら。そう、ってところから。から。よし。じゃあ、ロープ。くそ。一番嫌なんだよな。ほらね、マジでちょっと短いから。筋肉痛なんだよ。追い込み、追い込み、追い込み。よいしょ。あれが。
ロープです。よし、座ったところから、座ったところから。ということで、まあいろいろありましたけど、寺本明日香選手の勝利ということで、イエーイ。結構あのトランポリンのなんだろう遊びとしては結構いい遊びだと思うので、まあいろんな技とかこれで最初覚えていたりとかできるので、特にちっちゃい子とか遊びながらやってみると。いいと思います。あ、めちゃめちゃ楽しかったね。でも、まあ大人でも楽しめるので、ぜひ一般の大人も無理だけど、ね。無理だ。あのやってみてください。以上八百屋ゲームでした。以上八百屋ゲームでした。面白いと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。お会いしましょうの前に、アスカチャンネルも概要欄に貼ってあるので、はい、ぜひ見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。